ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ R8 V10 パフォーマンス2020年式1万キロこちらの車両になります。はい、藤本店長、はい、ついに R8 が生産終了いたしました、はい、そうですね、はい、最近あの車両紹介で、うん、はい、ついに終了しましたっていう機会がめちゃくちゃ多いんですけど、もうそういう時期なんですね。そうですね。というわけで、はい、もう惜しまれつつも R8、うん、調べたら2023年末に生産終了予定だったのが、はい、なんか2024年第一四半期まで具体的には製造してたらしいので、はい、まあ実際2024年に製造したモデルもあるらしいです、はい、ただまあどちらにしても今ホームページもなんか残ってるんですよね。そうですね。ただ注文はできない、はい、できない。そしてこれ以上増えようもない、ないです。そしてなんか最後の最後に記念に、はい、なんかあのファイナルエディションみたいな8台限定のも出たということで、はい、まあ、色々こう惜しまれつつも、はい、ついに買うことができなくなった車、はい、最高じゃないですか。でしかもなんか聞いた話によると、はい、なんか中古車市場も少し動きがちょっと、そうですね、まあ、台数が減ってるのと、あとは値段も若干少し上がってるっちゃ、ね、人気なのかなって思わせる今動向になってますね。まあ、台数が少ないんで相場上がってるっていう判断はなかなか難しいじゃないですか。個体差があるんで、はい、ただ全体的になんか雰囲気的に少しこうじわじわって、はい、そしてやっぱりこう生産終了してもう買えないっていうことか影響あるのか分かんないですけど、なんか結構こう検討されたり購入されたりっていうケースが増えてるみたいで、台数もかなり中古車市場少ないということで、今回かなりいいじゃないですか。なんと初回の車検を終えたばかりの、ステッカー貼ってありますけど、2月に車検を取ったばかりの、しかも走行距離1万キロ、しかもこの黒ですよ。そうです。僕個人的なイメージですけど、アウディって言ったらなんか黒いイメージ、特に R8 黒がなんか一番しっくりくるイメージですけど、こんな車。そして今回は、はい、あのカスタマイズもしてあるんですよね。そうですね。ただうちのカスタマイズっていうと、はい、本当にマンソリーみたいなゴリゴリのから、はい、あの言わないとわからないぐらい、はい、もうノーマルと比べないとわからないぐらいの絶妙カスタマイズまでいろいろありますけど、はい、今回はかなりいい加減ですね、うん、いい加減の方じゃなくていい加減の方、はい、いい加減の方です、はいはい、これ順番に見ていきたいんですけれども、はい、これスポイラーなんですかね。そうですね、はい、これがなんとカプリスト。カプリスト。あの元々はマフラーメーカーですよね。うんうんうん、そうです。でいろいろ設備投資して最近ではあのエアロパーツなんかを作ってたりするメーカー。うん、はい、でカプリストってあの性能がすごいんですよね。ランボルギーニのトロフェオとか、はい、レースの車両で純正採用されているぐらい高性能なマフラーを作るメーカーということで、はい、エアロパーツもかなり今人気が出てるみたいです。で特に自社で全部オートクレーブだったりとか持ってドライカーボンで製造してるんで、うんうん、性能だったりも間違いない。そうですね。精度もいいですね、はい、カーボンも。でこれもデザイン絶妙じゃないですか。いやかっこいいですよ。そう、知らない人が見たらあれ純正オプションですか、うんうんうん、見間違えるぐらいの絶妙なデザイン。そしてカーボンの目もこれ全部中央に寄ってるんですね。ちゃんと寄ってますんで。そして2段というべきか3段というべきか、はい、立体的なデザインにもなってて、はい、非常にこうスタイリッシュな前回りになってると、はい。あとプラスアルファでカスタマイズもしてあるんですか。そうですね、グロスドゥブラックでグリル等も塗ってあるので統一感ある感じになってますね。具体的に言うとこの辺。そうですね、ハニカムのところと、はい、網各種、はい、あとこれもしかしてナンバーベースもですか。もう、はい、塗られてますね。なるほど、しっかりこの辺も、はい、塗ってます。この辺グロスで塗ってあげるとかなり高級感も出るんで、もう品が良くなりますね。そうですよね、はい、かなりいい感じじゃないかなと。そして何より、はい、後期型かっこいい。かっこいいです。で2019年、日本だと2020年ぐらいからですかね、うんうん、はい、後期型になってると思うんですけど、はい、だいぶ前回りも変わりましたもん、ね、変わりましたね。で結構前期後期でも中古車相場開きがあるみたいで、あります。人気はやっぱり後期ですか。後期の方が圧倒的ですね。台数も少ないですけど、まあ、スタイリングもそうですし馬力の方もググッとアップしてるということで、はい、そしてあとはヘッドライト、レーザー LED、 これ60キロ以上出すと作動するやつですね。そうですね、この辺なんかも全部標準装備、はい、で僕も今回あの紹介するにあたってカタログ一覧もう一回見直したんですけど、はい、オプション少ないですね。少ないですね。ニュアンス変えるぐらいの、はい、色変えるぐらいのオプションがちょろちょろっとあったりとか、はい、まあ、あとは一部そのダイナミックステアとか、うんうんうん、まあ、そういったものもありますけど、はい、なんかそんなに大きく性能を影響するようなオプションもないということで、はい、まあ、非常に車の選びやすさもあるのかなと、うん、と思います。あとは言わずと知れたウラカンの兄弟車ということなんですけど、はい、寸法の方が4430、はい、全幅の方が1940、はい、結構全幅ありますよ、はい、で全高の方が1240ということで、まあ、おおよそウラカンエボと、うん、まあ、近い数字であるんですけど、はい、まあ、全長がちょっと短かったり、はい、全高がちょっと高かったり、うん、
絶妙な違いもあるそうです。あともう一個いいなと思うのは、はい、なんといってもこのスタイリングじゃないでしょうか、うん、そうですね。ちょうど先ほどもカメラマンと話が出ましたけど、はい、あの良くも悪くもすごい保守的というか、うんうん、なんかこうめちゃくちゃ目立つ感じではないじゃないですか、うんうん、はい、で兄弟者、まあ、なんか僕の読んだ読み物だと兄弟者じゃなくていとこって書いてありましたけど、あの浦感とかってもう嫌が多にも目立つじゃないですか。目立ちますね。そこを求める方には もちろん持ってこいだと思うんですけど、そうじゃなく乗りたい方もいらっしゃると思うんで、まあそういう方にはこのスタイリングまあ非常にいいんじゃないかなと。そしてサイドに回っていくと横もしっかりまとめてあるということで、まずタイヤホイール、まあ、純正ですけどしっかりローダウンしてあると。はい、で今回のこの車あの純正タイヤホイールがめちゃくちゃなんか似合ってる、うん、似合ってますね。はい、今季のこのホイールかっこいいですよね。かっこいいですよね。はい、であのエクステリアがそんなにこうやりすぎてないんで、はい、全然純正のこのホイールでバランス取れてる感じ、うん、てます。で車高はしっかり下がってますね。下がってます。でもちろん上げ下げできるんですよね。はい、ロベルタが今回入っております、はい、というわけで、はい、あの段差だったり、はいはい、そういったところも問題ないように。そしてブレーキ、はい、あとカーボンセラミック標準なんですね。そうですね、カーボン標準です、まあ、このクラスですからね。そうです。だって新車3000オーバーですよね。はい、まあ、その辺もしっかりついてる。気になるフィールなんかはこの後乗ってみたいと思います。はい、あとキャリパーの色がなんか選べるんですよね。そうですね、これは赤でオプションの、はい、今回はこちらの赤いキャリパーになってると。そしてあとは今回この前回りになりますけども、はい、プロテクションフィルムも施工してあるということで。そうですね、フロント周りだけですけども貼ってあります。なんかもうすっかり標準装備みたいなもう当たり前になりつつありますよね。そうですね、施工後そんなに年数も経ってないですし、かなり綺麗に貼られてるんで、まあ、フィルムの劣化もほとんど感じられない、うん、はい、こんな感じになってると。でサイドは純正のカーボンのこのミラー、はいはい、そしてサイドスカートも純正のサイドスカートカーボン、はい、そして鉄板のこのパネル、はい、鉄板のパネルっていうとすごいややこしいですね。はい、あの鉄板パーツの、はいはい、こちらのパネルもカーボン、そしてこっちのクォーターの後ろ側こちらもカーボン、はい、今回だから一周カーボンっていうのと、あとは中も塗ってあるので、あ、見ていただくとそこら辺の細かいところもしっかりと、すごい、ただの樹脂じゃなくて塗ってありますね。だこの辺も塗ろうと思うと少しまあ工賃と、はい、あと手間かかるじゃないです か、 す、ね、はい、だかこの辺はかなりいいんじゃないかなと。そうですね、下のだってダクトの編み物ってありますもんね。そうです、はい、この辺なんかもしっかりまとめてある。え、なんか車のいじり方と今回めちゃくちゃ合ってるっすね。合ってます、車が、はい、そして後ろ、はいはい、後ろも同じくカーボンセラミックで、はいはい、後ろもドデカキャリパー、はい、アウディっていうと、はい、あの RS になっても後ろ片押しだったりとか、はい、あのありますけど、さすがに R8 まで行くと、はい、リアも対向のドデカキャリパーになると。そうですね、そしてずっと後ろに回っていくと、はい、まあ、あの後期になるとパフォーマンスしかないですもんね。はい、ないですね。ということでこちらのカーボンのウィングも標準装備、はいはい、これも CFRP ドライカーボン製の、うん、はい、こちらになっていると。そして後ろも同じくペイントカスタマイズと、そうですね、あ、そうそうそう、はい、はい、しっかりとこの辺同色でクロスで塗ってあります。この辺特に面積大きいんで、大きいですかね。やっぱりこう単体で見てもそんなに目立つ感じじゃないですけど、はい、あの同じくノーマルの R8 なんか並んだりしたら、はい、結構違いが分かるポイントじゃないかな。そして下も同様にカーボンでまとめられると、はい、ってます。え、めっちゃいいね。はい、あの素が出ちゃいましたけど、はい、めちゃくちゃいいです今回。めちゃくちゃいいです。そして後期結構変わってますよね。やっぱり変わってますね。テールもそうだし、はい、あのマフラーも四角から丸になったんで。そうですね、はい、あの個人的なイメージですけど、はい、あのアウディの RS とか、うんうんうん、あのハイパフォーマンスモデル、はい、でやっぱりオーバルの大きいこうマフラーの出口っていうイメージなんで、はい、なんかそれに後期マッチしたん で、ね、はい、非常に個人的にも好きなスタイリングです。そうですね、はい、こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアの方がまず右ハンドル、はい、そしていいじゃないですか、なんか、はい、外のこの保守的なイメージからガラッと変わって、はい、中はこの華やかな赤い内装、ね、はい、赤い内装で、しかもシートがこのダイヤモンドステッチの、はい、一番いいやつですよね。そうです、オプションになりますね、こちらのシートになってると。はい、あの資料を見たら標準のシートって、はい、あのベルトホール付きのバケットのシートなんですよ、うんうん、はい、見たことないんですよ、ね、あんまりやっぱり皆さんカスタムで、お、あのオプションで
はい、いい方を選ぶ傾向が多いみたいですよね、はい、というわけで今回はこちらのダイヤモンドステッチ、あの縦のステッチのパターンもありますけど、はい、今回はこちらのダイヤモンドステッチで電動シートになってると、はい、あとインテリアがモノポスト、はい、要は一人乗りのレーシングカーをイメージされてデザインされているということで、そうですね、あのそう言われると確か全部ドライバーファーストというか、はい、助手席の人に少し申し訳ないぐらいのレイアウトと向きとデザインですけれども、ね、はいはい、これもなんかすごくいいと思うんですよね、うん、そうですね、アウディらしさもありつつ、はい、なんかちょっとこうとんがってるところもありつつ、うんうんうん、こんな感じのインテリアになっております、はい、続いて乗ってみたいと思います。よいしょ、乗り込むとこんな感じで、はい、はい、あのめっちゃ乗り込みやすい、乗り込みやすい、低いですよね、毎日乗れそうな感じします、はいはい、まあ、確かに低さは感じる、うん、そしてやっぱりサイドシールここ少し高さあるんで少しまたぐ感じでありますけど、はい、割とこのスタイリングの車にしてはゆったりさがある、そうですね、そしてシートの方は結構細かく切れますよね、切るんです、はい、スタンダードの 8way ぐらいの調整プラスアルファランバーサポートと、はい、あ 8way どころじゃないですね、もっと細かく、はい、できるこんな感じのシート、そしてシートはお尻と背中は結構沈み込むんですけど、はい、サイドサポートは適度な硬さで、うん、あの張り出しもそんなに大げさじゃないんで、はい、そんなにこう強いられない、そうです、ね、タイトすぎない、やりすぎてない感がいい、そうなのよ、逆にちょうどいい、そうなの、外の見た目とそしてステアリングはこんな感じで少し D シェイプになったこのパンチングのステアリング、はい、レザーもいい感じです、ただ個人的にはパンチングじゃなくて普通のレザーが良かったかなっていう、はい、でせめてここだけパンチングの方が良かったかなっていう感じがします、はい、そしてスタートストップだったり、うんうん、モード切り替えだったり、はい、あとはおなじみのバーチャルコックピット、そうです、ただプラスじゃないんですよね、はい、最近どんどん新しいの出て、うんうん、あの全画面のやつ出てますけど、はい、あのそこまで新しくない、だから結構あの言われたのはここだけ普通の表示なんですよねっていう、そうですね、ちょっと画面も小さめ、はい、そして一点アウディジャパンさんにあのもう生産終了したのであまり物申せないんですけど、はい、あのここでテレビが見れる意味、はい、はい、それちょっと謎かなっていうソース関係はこんな感じです、はい、そしてその他いろいろこの辺で、うん、で基本的には画面というかモニターがメーターにしかないですもんね、はい、そうですね、真ん中とかには一切ないの で、 ないで、まあ、助手席の方がそういったメディアを楽しむっていうのは音楽以外できない、できないです、ナビも見れない、見れないです、はい、ドライバーファーストです、ドライバーファーストです、はい、というわけでこんな感じのメーターになってると、はい、で、まあ、表示関係には関しては基本的にこうアウディのおなじみのなんで、はいはい、こんな感じになってます、はい、いいな、だいぶいいな、いいですよね、はい、ヘッドアップディスプレイとかはないですもんね、そうですね、ただレザーのダッシュになってて高級感も、はい、ステッチもしっかり入ってて、はいはい、いいな、3000万円ですもんね、そうです、そしてエアコン関係ももうこれでいい気がします、はい、何でもかんでも液晶の中にしまうのはやめていただきたい、はい、そしてシートヒーターはついてます、はい、で操作も割と直感的にできる気がします、この向きの調整だったり、はい、風の強さの調整だったりと か、 だかこの辺本当にだからブラインドでも触れるのはかなりいいかなと、はい、そしてここちょっと深めの小物入れ、そうですね、はい、USB タイプ A2 系統と AUX でシガーがついてる、はい、あとこの辺がアイドリングストップだったり、そうですね、はいはい、そしてシフトもこの飾らないシフトですよ、はい、そうですね、なんかこう蓋つけたりとか、はい、ボタンにしたりとか、うんはい、もうすごいコンサバな感じ、はい、保守的な感じが最高です、はい、そしてこの辺は他のアウディと共通ですよね、あそう一緒ですね、はいはい、そしてここがはい、はい、こっちか、はい、真ん中だけ開いてドリンクホルダーになった、そしてペダルレイアウトはあのさすがにこうタイヤがあるんで、はい、左に寄ってます、うんうんうん、ブレーキアクセル少し寄ってるんですけど、寄ってる感じですよね、座った感じとしては、はい、そんなには違和感は感じないです、うんうんはい、で割とこのスペースにしては、はい、あの均等にペダルとこのフットレストが配置されてるんで、うん、あの踏みやすさはあるのかなと、はいはい、フットレストも結構でかいですもんね、大きいですね、はい、そして天井はこれアルカンですよね、そうです、スウェード調のこの天井と、はい、えダイヤモンドステッチのルーフになってるじゃん、はい、オプションですね、えこれちょっと車両詳細に書いてなかったっすよ、はい、セールスポイントなんてちゃんと言ってもらっていいですか、はい、はい、これいいね、だいぶいいね、
はい、こんな感じになってると、はい、そして今回のお車はレーダー探知機とドライブレコーダーもしっかりついてると、はい、そしてそのまま後ろに行って後方視界はこんな感じ、はい、さすがにここにエンジン乗っかってるんで、はい、そんなにめちゃくちゃ視界がいいわけじゃないんですけど、うん、あの大型のスポイラーとかはないんで、はい、トラックのスポイラーも低いですもんね。そうですね、低いですね。割と後ろの視界は悪くないんじゃないかなと、この車にしては、うんうんうん、そしてこのシート後ろに少しスペースがあって、大事ですね。大事だよね。大事です。だ車によってはもうこのシートのすぐ後ろに壁になってるのもありますけど、はい、うんうんうん、あの R8 の場合少しスペースもあって、このネットもついてる、ついてます。資料見たらなんか200リッターぐらいはいろいろ詰めるみたいなんで、うんうんうん、まあ、バックぐらいだったらいけるのかなと、上着とか。そうですね、はい、置きやすいですね。使い勝手も決して悪くない、はい、このスタイリングにしては、はいはい、オプションのバングも今回ついてるということで。そうですね、はい、あとはカーボンとかも拡張でオプションなので、ついてないものもあります、最高じゃないですか。フルソフトですね、こんな感じのインテリアになっております、はい。続いて前側のトランクを見てみたいと思います。トランクが112リッターということで、はい、あの形が形なんで、うんうんうん、まあ、数字的なものよりかもちょっと使い勝手は選ぶのかなっていう。そうですね、もうポルシェみたいに真四角でこう深さがあってっていう感じではないので、はい、ただ、まあ、スーツケースはちょっと無理かな、はい、アタッシュケースぐらいまでで、はい、こんな感じのトランクになっています。そして付属でこのパンク修理キットと、そうですね、シート後ろで使う、はい、この収納というか、はい、この辺も未使用ですよね、多分。そうですね、使って全然使った形跡はないです。綺麗ですね、はい、こんな感じのトランクになっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、ポチッ、いいです、自然に開くと、はい、ダンパーが元気なんです、はい、そしてエンジンの方がもうおなじみですけど 5204cc V10 ですよ。 V10 です。 V10 もないっすね。ないですね。浦間も次期 V8 っていう話ですもんね、うん、はい。そして馬力の方が後期型なんでググッとアップしてて620馬力、はい、トルクの方が 59.1 キロで、すごいパフォーマンスなんですけど、はい、まあ、一応環境性能だったり使い勝手も非常に考えられてて、はい、シリンダーオンデマンド、はい、シリンダー休止ですね、まあ、あとコースティングって言って、その惰性で走る時にミッションとエンジン切り離すやつ、はいはい、ミッションとエンジン切り離しちゃダメですね。駆動と、はい、エンジン切り離すやつ、はい、それもしっかりついてると、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が7速 S トランスミッションということで、はい、デュアルクラッチの、そうですね、はい、こちらのミッションが搭載されております、はい、でパフォーマンスとしては0100 3.1 秒、もう少しで3秒切れそうです、うん、そしてマックス331キロと、はい、だこのなんか保守的なスタイリングで狂ったパフォーマンス、そうですね、最高じゃないですか。最高ですね。そしてこれおなじみ4駆なんですけども、はい、4駆もなんかその前後のトルク配分っていうのは固定されてなくて、はい、0100もしくは100-0の間でこう常に路面状況に合わせて可変するような仕組みらしいんで、はい、もう本当に究極の走りが楽しめるような車になっていると、はい、であともう一個大きなポイントとしては、はい、後期型今回ご紹介してるんですけど、はい、GPF、はい、ガソリンパーキュレートフィルター、はい、あの触媒の親戚みたいのがもう一個ついてるタイプ、はい、それついてることによって音がだいぶ変わってんですよね。だから前期後期でノーマルマフラーで比べると後期相当静かになってると。ただご安心ください、はい、今回なんと、はい、少しカメラバックしていただくと、はい、このさらっと紹介したマフラー、はい、これなんとカプリストになってると。なんかカプリストです。だからもうレーシングサウンド、はい、で E マークもついてるんですよね。ちゃんと E マークついてます。なんで車検だったりも安心ということで、はい、対応できます。気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、そして、はい、藤本店長に教えていただいたんですけども、そうですね、はい、あの僕気がつきませんでした、はい、これなんかエンジンのレイアウトというかデザイン的なもの、ね、はい、一応まあこのギアボックスの関係でエンジンが左側にちょっとこうずれてるんですね、うん、なのでまあこう真ん中こう中央よりは左にオフセットされてて、でしかもこの補強のバーのクロスのところが一緒に左側にずれてるんで、パッと見こう真ん中に置いてあるように見える。でランボルギーニとかは補強が本当の真ん中にあるんで、エンジンが左にずれてるのがすごいパッと見て分かっちゃう、うん、なんでまあここら辺もアウディさんのこう作りのまあ凝ってる部分なのかなっていうので、まあ、中心点をずらしてエンジンが中央にあるように見えてますよっていう作りになってますね、うん、
確かにランボってもう明らかにこのバーのこのクロスしてるところよりこっちに寄ってるイメージですけど、これ確かにここだけで見るとど真ん中に来てるように見えるっすね。はい、見えます。ただこれよく見ていただくと少しこれ下がると分かるんですけど、ここがちょうど車の中心、グリルの底ですよね、はい、がもうここもずれてるんですよね。そうですね。だから外から見るとこれ閉めたりすると本当にこうずれてるのが分からない、分からない、本当に左右対称に見える、見えますね。だすごい細かいところですけど、かなり考えられてますよ、やっぱり、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、お願いします。いいですか、心の準備は、はい、最高じゃない、もういい音ですね。やばくない？これでモードで、そうなんですよね、バルブが開く、はい、開くんで、もうレーシングカーじゃんいい音です。で途中であの E マークついてるんで車検も大丈夫っていう風にご紹介しましたけど、はいはい、音量はまた別の問題でございます。あくまでその車検に必要な基準は通ってますよってことなんで、はい、あとその音量検査は実車だというか現車での確認になるんで、はい、まあ、例えばその経年劣化とかで消音機構が失われてたりすると、もちろんそれ車検通らないの で、 そ、 うです、はい、その辺はご了承ください、はい、そして今回ロベルタが4輪でついてるということで、そうですね、こっちちょっと、はい、こっち上です。お、上がりますので、段差も大丈夫と、はい、R8 だってオプションでもリフターないないよね、ないよね。最近スーパーカーでもないのあるじゃん、ローマだっけ、ローマだ、リフターないんだよ、はい、正気ですかって感じの領域かもしれない。大体ロベルタ入れますかね、まあ、そういう車はロベルタ、はいはい、選んでいただければ。ロベルタは基本的にその純正よりもちろん安くないけど、はい、純正より全然ストローク量もあるし、そうですね、あと動きが早い、早いですね。だから買い慣れてる方はもう本当にあのロベルタ入れる前提で純正のリフター選ばない方もフェラーリなんかいらっしゃるとかって、はい、まあ、もちろんその保証の関係だったりディーラー入庫の関係があると思うんで、はい、まあ、その辺はよくご相談いただいた方がいいと思うんですけど、乗りやす、うん、いいですよね、びっくりするよねこのさスタイリングの車と思えない、そうですね、まあ、もちろんその視界的なこのすごい低い視点だったりとか、はい、なんかこういう独特な車の動きだったりとかっていうのは、うん、まあ、もちろんそのスーパーカーなりの感じですけど、うん、なんだろうな、そのステアリングのニュアンスもブレーキのフィールも、はい、なんかこの車内のこの広さも、うんうんうん、なんか本当に全然強いられないというか、うん、もう本当に普通に乗れちゃう、乗れますね、毎日乗れるよね、うん、全然使い勝手いいと思います。ただその片輪にやっぱりこうボディ剛性の高さとか、はい、その車の軽さ、うん、アウディスペースフレームでしたっけ、うん、そうです、ほぼアルミ、
はい、そういうのは感じ取ったりとか、はい、すごいいいさじ加減で、なんか日本だと正直ね、はい、あのこの車紹介してで申し訳ないけど、はいはい、あのそんなにめちゃくちゃ売れた車じゃないじゃん。あ、そうですね、なんか知る人ぞ知るというか、はい、クロードの人が選ぶ感じ。あ、R8 ってそうですね、新車で3000出すんだったら、まあ、もうちょっといろいろ選択肢あるよね、になんかすごいもったいないというか、はいはい、ただ世界的にはめちゃくちゃ売れたみたいね。うん、そうですね、なんかソースは不明だけど、はい、なんかインスタで最も投稿された車に入ったこともあったりとか、あと世界で検索された車のその1位だかなんか入ったりとか、はい、だ日本の評価が少し低すぎる気が。あ、そして乗った感じでいくと、はい、これタイヤかな。そうですね、結構ロードノイズはするっすね。ちょっとありますね。そして全体的には今モードノーマルっすけど固めっす、うんうんうん、はい、ただなんかこう跳ねちゃう感じじゃなくて、うん、路面を常に捉えてる感じの、そうですね、いつでもこう蹴り出せますよっていう感じの硬さっす、はいはいはい、そしてステアリングは今回あのダイナミックステアが、はいはい、入ってるということで可変ですけど、はい、多分それは乗り比べないと分かんないんじゃないかな、ちょっと分かんないと思います。でステアリングフィールもその絶妙なのね、はい、クイックすぎないし、うんうんうん、かといってこう遊びが大きいわけでもない、はい、だ少しグッて切ってあげても本当にリニアにこう反応してくる感じ、うんうん、そして少し踏みます。うわ気持ちいい気持ちいいぞそして一切飛んでいく感じがしない。そうですね、今みたいな大きい段差ももうタンってずっと張り付いてる感じ、これは気持ちいい。派手さはないよね、うん、だからそうですね、ないですね。でさっきもちょっとさそのカメラマンとも話したけど、はい、なんとなく俺のすごい勝手なイメージね、うんうんうん、ウラカンとその、まあ、兄弟車とか、まあ、いとことかって言われるけど、はいはいはい、多分ウラカン乗ってたら、はい、知らない人に多分言われるのが、うん、すごい車乗ってますねって多分言われると思う、はいはい、で R8 だと、はい、多分すごい車乗ってますじゃなくて、はい、いい車乗ってますねって多分言われる、なんとなくそういうイメージ、はい、うん、だ本当にその好きな人が選ぶというか、はい、うわー、ちょっとでもこれは標準にしてほしい、はい、そしてバルブを開けるとモードセレクトで一応オートとダイナミックとインディビジュアル、はい、あインディビジュアルにせあのしっかりマフラーオープンが入っておりま す, です、ね、はい、パフォーマンスの方でも若干こっち、そうするとアイドルアップもして、そうですね、はい、これマフラーあパドル両引きでニュートラルできるんだ、あやばバイクじゃん。そうですね、いやもう距離薄いんで今日はおとなしく帰ります。帰りますか。あの本当は高速とかワインディングでレビューしたかったです。そうですね、はい、それは僕もしたいですよ、はい、渋滞走らせて何言ってんだって僕もそれは思います。だそれしょうがない、それはもう商品車なんで今回おとなしく帰ります。はい、はい、そうですね。あシフトもすっごいダイレクト感ある、うんうん、まあ、あの細かい路面のこういうの一個一個全部こうついてる感じね、はいはいはい、これすごいよね。だから、まあ、必要な時は4駆ですからね、うん、踏ん張りはいいと思います。なんか日本入ってきてないけど2駆モデルもあるんでしょ。あ、そうそう、海外ありますね。ね、はい、そういうの乗ってみたいよね、うん、そうですね。肉モデルのが60キロ軽いとかで、あやっぱり重さも違うって、いやあとその視界の良さよ。あそうですね、そう、恥ずかしながら私裏カン乗るとね、はい、信号が見えないあのちゃんと見える、はい、しっかり見えます。そう、あのこうスパイダーモデルとかだともういっそのこと上から見た方が早いんじゃないかなっていう、はい、あるけど本当に。だからこれ新車で、はい、買った人、まあ、もちろんその中古で購入された人もそうですけど、うんうんうん、あの当時これをフルオプションとかで購入された人って本当にすごいと思う。あだって3000万円って言うといろんな選択肢ある、まあ、ありますね。せっかくだったらもうちょっとこう派手な車、生きがちじゃないですか、はいはいはい、
あとアウディやっぱりデザインがうまいよね。まあうまいですね。まあインテリアに関しては、うん、そのこの保守的な感じがちょっとその古臭いって言われることも少なくないけど、うんはいはい、ことエクステリアに関しては、うん、もうね秀逸だと思う、うん、他のだってアウディのまあ A4 とかも A5 もそうだけど、もう必ずこうボディ一周こうつながるラインがあったりとか、そうあとなんかこういろんなものをこう例えばそのさっきのエンジンルームの話じゃないけど、本当に言われないとわからないぐらいのところをこうあれだってずれてても絶対わかんない、わかんないわかんないし気にしないけど、ちゃんとそこを揃えてきてデザインしてたりとか、あとそのフロントのその3本スリット、もうスポーツクワトロ、まあ一時のアウディの RS モデルとかからこう積極的に採用してるんですけど、いやいやもっと派手ななんかそのなんていうのあるじゃん、トレードマークというか、そう AMG で言ったらそのボンネットのその膨らみ2つとかさ、パナメリカーナグリルとかさ、もっとなんかこうアピールしてもいいんじゃないのっていうさ、過去のデザインをこう取り込むことってできると思うんだけど、しないよね。そうですね。そう。ないですね。すっごいさりげなく3本スリットシュッシュッシュッって入れて、これもアウディ好きな人しかわからないじゃんっていう。その控えめな感じが多分いいんだよね。いいと思います。だから言ったらもう本当に対極、そういう派手な車の対極かもしれないけど、そこの選択肢をちゃんと作ってくれたっていうのは、でひとたび本気を出せば300キロ以上で飛んでいくんだよ。で今ちょうどそういう過渡期じゃない。そうです。で本当にあのハイブリッドとか EV がもう主役になっちゃったら、なかなか個性出すのってもう難しいと思うんだよね。そうですね。言ったらもうパワートレインでその違いを出すって、もうその出力しか違いが出せなくなっちゃうから、もう音もあの違い出せないし、そうですね、レスポンスも減った車ないじゃん。だって今この車を乗っとくっていうのは、全然ありというか、むしろ購入できる方であれば積極的に進めたい。そうです。残念ながら僕は届かないので、ちょっとだけ届かないですか。ちょっとどころじゃないです。だいぶ届かないですね。だいぶ届かない。あと思ったけどね、走るとそんなにマフラー、まあ回さないからもあるかもしれないけど、そんなにうるさくない。そうですね。空ぶかししてた時の方がうるさい、でもね、うるさいっていう感じじゃないんだよな。ないですね。そう、確かに。なんか本当に力強いサウンドって感じ、地響きみたいな、もうガッてこう耳塞ぐ感じじゃないよね。ないですね。そう、なんか12のさ、車外マフラーとかさ、こう耳塞ぐ感じじゃん。あーって、もう、そうですね、鼓膜がって感じだけど、そういう感じじゃない。ないですね。いやだってこれ本当にモードさ、モードオートにして普通のシフトモードにしたら普通の車よ。まあそうですね。足ちょっと硬い普通の車、はいはい、でもボディめっちゃしっかりしてるな。あとは気になるそのコースティングとシリンダーオンデマンドは、まあ、ちょっと街乗り30キロ40キロぐらいじゃちょっと分かりづらい、分からないですね。そうね、ストーンってなる感じは今出る。でもレビュー見たけど、すっごい分かりづらいって。へえ。なんか最近さ、割とコンパクトなエンジン積んでる車とかでもコースティングついてたりするじゃん、撮影車で使ってティガンとかもそうだけど、それってすごい露骨にコースティングするのね、ストーンってこう。そう、でも高級車とかもう V8 とかの死んだオンデマンドとかってちょっと気にしないと分かんないレベルだよね、最近のって。買います。お願いします。あ、お願いします。買ってください。各店拠店長に言うと売りませんって言われて、あなたには売りませんお願いしますって言われて、買ってください。でもすぐ売れちゃいそう。そうですね、すぐ売れると思います。台数少ないしね、こんなに条件いいのなかなかないと思うんだ、プロデュースで。なんだろうね、やっぱり自分もそうだけど、なくなると欲しくなる、ね、いやみんなそうですよね。みんなやっぱりそうなの。買えないって言われて欲しくなっちゃう、3000ちょいぐらいでバルブが開くのかな、だかそうするとすごいこう音質が変わって、もう一段こう気持ちよさが、
乗りやすい、結論、うんうんうん、総評いいですか、はい、乗りやすい、はい、ただ使い勝手は最初も言った通り、うんうん、もうドライバー最優先なんでもうここでテレビが見れる意味、うん、そうですね、ナビもここ、まあナビはまあまあまあいいと思うんですけど、はい、助手席の人がすることないと思う、ないです、だ一緒にこのドライビングが楽しめる方だったらいいと思う、はい、外眺めるぐらいです、じゃあ本当に外眺める一緒にだからこの車の乗り味とかを楽しめる人だったらいいと思う、うん、でもそこでマフラー変えてあるのありですね、ありね、音乗ってても、うん、隣乗っててもやっぱ心地いいですし、まあ共通の価値観を持ってる人が助手席だったらまあまあまあ、うん、楽しめるから、まあ、だから車に興味ない人はだともう1台正直必要かなっていう感じはする、でもシートもバケットすぎないから、あ、そうね、隣の人はそうね、そうね、そうね、ちょうどいい、確かにこの座り心地はシートいいよね、そうですね、本当にあの過去動画でも何回も言ってるけど、ダイヤモンドステッチって見た目以上にその座り心地が違う、うんうんうん、やっぱり一個一個こうプクプクってなってるからちゃんと沈み込むし、うん、ずれないですしね、そう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 、いやもうね、声を大にして言いたい、はい、最近本当にあのだんだん良くなってきてはいるけど、うん、特にどの車種っていうわけじゃないけど、はい、国産車もうちょっとシートを良くしてほしい、はい、あ、特に低価格帯の車、はい、全然話が変わっちゃうね。でもまあやりよう、そう、たまにさ、な、嘘でしょっていうホールド性ゼロの車とかさ、はいはいはい、ハンドルとペダルと椅子の位置関係がおかしい車とかさ、うん、まあ、それ国産車に限らずなんだけど、うん、その辺ドイツ車ってやっぱりすげえ考えられてんだよな、うん、でそれ言ってる人がいたけど、うん、ドイツとかってそんなに鉄道発達してないじゃん、で公共の交通機関、もちろんバスとかもあるけど、うんうんうん、だ基本的にその車作ってる人たちが、うん、まあ、遠くに住んでる人だったらもちろんその車に乗って、まあ、場合によってアウトバーン走って車を作りに来てる、はいはい、そうで日本ってそのもう公共の交通機関とか発達しすぎてて、うん、そうじゃ車作ってる人たちが車通勤してますかって言ったら必ずしもそうじゃない、はい、そうですね、そう、だから国が違えばその車の作り方のアプローチも違う、作ってる人の生活も違うっていう、うん、だ今だって何台、数台、数台です、中古車情報サイトに、はい、8台とか、後期、あ、後期はもっと少ないですね、あ、後期になるともっと少ない、もっと少ないです、スパイダーなんて言ってもっと少ないし、そうそうそう、そうです、だ今だったらまだ、だこれ数年後怖いよね、うん、どうなるんですかね、わかんない、 2,3 年じゃ多分在庫のとかその市場流通とかあんま変わんなそうだけど、はい、あと5年ぐらい経ったらさ、うんうん、うわ R8 が出てきたよとかって言われるのかな、その可能性もありますよね、あるよね、あ、中古車市場に R8 出てきたよわかんないけど、いや今本当にね、最近動画撮らせてもらうのね、みんななんか最後って言っちゃってる、うんうん、だって本当に最後なんだもん、最後、本当に最後です、この間撮ったミニのクラブも最後でしょ、あ、はいはいはい、東京撮ったアバルトももう最後でしょ、あ、アバルトもだってベースのチンクがもう EV に変わっちゃってて、そう、ね、そう変わりましたね、あれで EV のアバルトももう出たんじゃなかったっけ、そう出てるかな、ガソリンのアバルトももう間もなく終了、そう、え、フジモティは EV とかハイブリッドはまあ全然抵抗ない派、うーん、もう移動でしか考えてないですけどね、ああやっぱりエンジンの方がいいなって思いますけど、ちょっとこうエモーショナルな感じはあるよね、ありますよ、あります、全然こう加速だったり音だったりがなんかこういろんな、まあその振動とかもそうだけど、うんうん、いろんな要素がこう全部融合してこうなんか訴えかけてくるというか、いやーいい車だ、はい、ちょっとあの本領発揮は買った方が、そうですね、はい、いろんなとこに行っていただいて楽しんでいただいてもいいですし、はい、眺めていただいて時々乗るんであの楽しんでいただいてもいいと思いますし、はいはい、いや最高だった、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあ最後になりますけれども今回 R8 をご紹介したんですけれども、はい、噂によると後継はないらしい、はい、ないですね、まあ、少なくとも僕が調べた限り後継ないんじゃないかということなんで、はい、もう保存するべき、そうです、まあ、保存じゃなくて、まあの、好きなだけ乗っていただいていいと思うんですけども、ね、はい、まあ、乗って楽しんでいただくもよし、まあ、保存していただいてもよし、はいはい、
まあ、今はまだギリ選べますもんね、うんまあ、中古車市場数台ではありますけども、はい、あるということで、まあ、この先おそらくどんどん中古車市場台数少なくなってくる車だと思いますし、はいまあ、今回ご紹介するのが距離薄で装備も良くて、はい、アフターパーツもしっかりついてる個体になりますんで、おすすめ車両になるんじゃないかと。そしてこういったお車の買い取りも、はい、葛飾店お任せいただければできると思いますので、ぜひよろしくお願いします。査定だけでも、はい、お気軽にお問い合わせください。というわけで今回はアウディ R8 V10 パフォーマンスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。